八尾が海の魅力を伝えるよ。ありがとう。さまざまな形で日本人の暮らしを支える海を未来へ引き継ぐための活動、海と日本プロジェクト in 福岡。近年海洋環境の悪化が問題となっています。その原因の一つが陸上での人間活動によるもの。陸、川、海はつながっていて、その中で水は循環しています。陸上の環境破壊は海にも悪影響を与えます。そこで陸上の環境悪化を防ぎつつ元あった環境を取り戻そうと活動しているのが、福岡市東区西戸崎にあるマリンワールド海の中道。その活動に参加している一人、今年入社した瀬村天寿さん。もともと水生生物がもう大好きなのはもちろんなんですけど、その特に僕が好きなのは淡水域の生き物なんですね。そういった生き物たちってやっぱり人間の生活の影響を受けやすくて、でも全く知られてなくて、知らないうちにどん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 絶滅していってるっていう状況で、でそういった生き物たちの現状を知ってもらいたくて、その情報の発信をする場ってなったらやっぱりどこかって考えたら水族館だったんですね。それが理由でこの業界に入ろうと思いました。水槽のメンテナンスだったり給餌だったり、生き物の状態を毎朝その点検してもらって、全部自分の担当の水槽、そういったメンテナンスが中心ですね。お客様が来ている時間帯とかにもやっぱりちょっと生き物の点検をしないといけない時があって、餌やりだったりとか、その時に結構声をかけていただくことがあるんですけど、その時にちょっとこれはどういう生き物なんですかって言って聞かれるんで、説明すると絶対この職員さん連れて回ったらもっと水族館楽しめるって言ってもらえたことがすごい嬉しかったですね。通常業務の合間に海洋環境保全活動にも取り組んでいます。その場所は国営海の中道海浜公園内、環境共生の森。田んぼクラブというのが昨年9月からできまして、福岡エコ動物海洋専門学校の学生たちからボランティアで月に1回こうやって田んぼや向こうの沼貝池やビオトープの管理を手伝ってもらっているという形ですね。なぜこのような活動をしているかというと、ある生物の保全活動を行っているんです。絶滅危惧種である日本バラタナゴ。この魚が繁殖するためにこの貝が必要なんです。なんで今この貝もそこの池に入れて、その維持するのがそもそも難しいんですね。例えば水槽の中でこの貝を飼ったりとか、その維持するのが難しいんで、こういう池のところにこのザリに入れて管理しています。でこの貝のエラにこの魚が産卵して、そこに卵を預けて、その卵の発生がどんどん進んでいって稚魚が生まれるという仕組みなんですけど、なんでこの貝がいないとこの魚は繁殖ができないっていう、この二枚貝の現象とかですかね。そのなぜかっていうと、もともと昔水路っていうのは素掘りだったわけですよ。でも今はその3面コンクリートだったり2面コンクリートだったりして、もう低床が全部押し流されちゃって、なんですかね、3面護岸されちゃうとその流量とかも一定になっちゃうんで、もうくぼみとかないんですよ。ずっと一定で、例えば大雨になったらもう一気に流れが強いのがザーっていって、下の底も全部貝も一緒に流れていっちゃって、もう貝もいなくなっちゃうし、魚も住みづらくなるんで、まあ開発ですね、原因は。はい、生き物に配慮のない開発が原因で、どんどんこういった生き物たちは絶滅していってますね。この日本バラタナゴが一番多分全国で多いのは福岡県なんですけど、多分最後の砦みたいな感じです。本州の方ではもう風前の灯火というか、絶滅寸前だと思います。沼貝が。でその貝が増えるためにはまた土壌だったり、そのハゼの仲間が必要になってくるんで、そのハゼもこの池に放して、その一緒に繁殖させています。こうして生命のサイクル、もともとあった環境を取り戻そうと活動しているんです。そこで問題となるのが外来種の生物。ウシガエルやアメリカザリガニなどは雑食で
稚魚や貝などを捕食するため駆除する必要があるんです。この日ボランティアの学生たちの協力のもと、こんなにたくさんのザリガニを捕まえることができました。もうすごい量のザリガニとか取れるんで、もうこんなに池はもう外来種がすごいたくさんいるんだって思ってたら、先輩たちがだいぶ減ってるっていう話を聞いたんで、もう全然自分が知らなかったんだなっていうのが分かったんで、もっと勉強して分かるようになっていきたいと思いました。海に関わる仕事に就きたいと思ってて、それで今いろいろ自分の引き出しを増やそうと思っていろいろ頑張っているところです。最近海近くに引っ越してきて、プラスチックが落ちていたりとか、そういうゴミとかを見て、今現状をやっと分かってきたんで、自分でできることを頑張って探していきたいと思ってます。やっぱ最初はアメリカザリガニとかウシガエルってもう何千匹、多い時1000超えたりとかして、僕たちの手でこの池を復活できるのかなって思ってて不安だったんですけど、今では数も減ってウシガエルでも全然見かけないですし、やっぱ努力次第で自然は元に戻るんだなって思ったんで、僕は将来そういう系の仕事に就きたいと思ってるんで、諦めずに続けていったら自然は元に戻ると思ってるので、頑張ってその活動を続けていきます。日本バラタナゴの保全に加え、水質環境の整ったビオトープを作り、絶滅危惧種の水生植物南国デンジソウやキクモの保護にも努めています。ここが水草の保全ゾーンですね。おお、すごい。これがこの水大箱っていう水草で、これがキクモっていう水草ですね。これがこの当館で保全している2種類の水草になりますね。小さい株を水族館の方で何株か栽培してて、そのうちの5株をここに今移植して試験的に育ててて、今すごく順調に増えてっていますね。もうこの子たちはかなりの大きさになってますね。多分ここの土がすごく相性が良かったんだと思います。こっちのビオトープでは主に南国デンジソウという水草を保全繁殖栽培をしてます。で、今その南国デンジソウというのはこの四つ葉のクローバーみたいなこういう植物なんですけど、こうやって見えてクローバーとかそういうそっちの植物の仲間ではなくて、実はシダ植物なんですね。昔は水田だったり川岸だったりいろんなところに生えてたんですけど、まあ、外来種ザリガニだったりジャンボタニシだったり、そういった生物たち、人の手によって持ち込まれた生物たちによってどんどん食べられちゃったり、あと除草剤をまかれて、そういったものの影響でもうどんどん日本全国から数を減らしていってるような水草です。福岡県でももう数地点ぐらいでしか見つかっていないので、すごい危機的な状況にはありますね。ちょっといろんな昆虫やオタマジャクシ入りますね。トンボのヤゴも、ここも何種類も結構来てて、これがハイイロゲンゴ。すごい飛翔能力が高いんですよ。今羽乾かしますね。飛びます、ね。すごいグー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 言ってますね。これがコガムシっていうガムシですね。で、このコガムシは福岡県では結構少ない水生昆虫になりますね。もう僕たちがメインに活動してるのはこういうビオトープだったり水田だったり、ああいうため池なんですけど、そういった環境っていうのは一見すると関係ないように見えるんですけど、その池や水田や川、海っていうのは実はつながっていて、どれか一つのその状態が悪化するとその全ての水が最終的に行き着く海にも影響が出てしまうことがあるんですね。で、このなぜ水生昆虫やこの日本バラタナゴとかをこうやって守っていくかというと、そういった生き物たちはそういった水辺の状態を表す指標にもなるんですね。なんで
こういった活動を続けていくことによって、この学生たちやそのボランティアの方々と続けていくことによって、そのつながりを意識してもらえたらいいなと思って、こういう活動を続けています。海の、環境を、維持していこう、きれいにしていこうという活動の中で、どうしても海だけという世界では成り立たないと思うんですね。ワンヘルスとかいう言葉もありますし、人が健康に暮らしていくためには、また豊かな自然環境が絶対的に必要だと。陸水ですよね。陸から海とのつながり、陸の栄養分が海に注がれて、海も健康な状態を保つことができるでしょうし、私たちは海の環境を守るという意味でも、海と陸は一体なんだということで、一昔前の田んぼがあったり水路が天神やそこら辺にいっぱいあった時代の環境というのを、この国営公園の光風広場の中に再現できたらなということで、ちょっと活動しようということでやってます。海と日本。